皆さんお元気ですか？牧師 YouTuber の菅野直樹です。出前牧師菅チャンネルにようこそお越しくださいました。どうぞお入りください。最後までご視聴お願いいたします。グッドボタンやまたチャンネル登録もこの機会によろしくお願いいたします。本日10月26日木曜日、一人ぼっちもみんなと一緒もどちらも良いという題でお話をしたいと思います。人間というのは人の間と漢字で書きますよね。人と人との関係の中で生きるのが人間という存在ではないでしょうか。つまり一人ぼっちでは生きていけない、まあ、私は一人ぼっちも経験したことがありますが、仲間がたくさんいてね、そういう中でもみくしゃにされるような経験もあります。例えばキリスト教の大会などに行くとですね、ほとんど知ってる人ばかり、もう数メートル歩くとね、ああ菅ちゃん、菅野牧師、菅野先生、まあそうするとね、嬉しい反面ね、なんかだんだん疲れてくるんですねいやーもう知ってる人ばっかり。ところが宗派が違う、例えば日本キリスト教団とかね、全然違うカトリックとかですね、そういうところの大会行くとね、誰も知らない、向こうで仲良くしてる人たちがいてね、いや誰のことも、まあ、そうするとね寂しくなるんですね、まあ、人はないものねだりでね、欲張りだな、人が多すぎてもね疲れるし、人が全然知ってる人がいないのもね寂しい。やっぱり人は人との関わりの中で生きていくもんなんだなってことを思います。でもう一つ、人間、この人の間という字を間とも読むことができますよね。人の間、その間に神を迎え、神と共に生きていく、それが人間だということもできます。人は神によって作られたと聖書は語ります。そして神は土地の塵で人の形を作り、そこの鼻に息をふっと吹き込んだ、そうすると人は生きたものになったと語ります。神様は粘土で人を作り、その粘土の塊に神の命を吹き込んだ、そうしたら生きた人間となった。つまり人間というのはこの神の息、神が共にいないなら粘土だ。だから人が死ぬと土に帰ってしまいますよね。人は本来永遠に生きるものとして作られた。神の息が入った、その息が私たち人間を永遠に生かすはずだった。でもアダムとイブが罪を犯した時、神との関係を切り、その息が離れてしまった。結果としてあの根っこを切られた花束の花が枯れるように、人間も死んでしまう存在になってしまいました。でももう一度イエス様を通して神と直結される、永遠とつながるなら、もう一度私たちは永遠に生きる存在に回復できる。私はブドウの木、あなた方はその枝とあるように、神とあなたが直接つながるならば、その人生は豊かに実を結び永遠に生きることができる。あなたの間にどうぞ神を迎え入れてください。そして私たちは人と共に生きていく、それが大切です。でも何が一番大切か、神との関係です。ダビデという王様が罪を犯した時に、彼は苦しみました。神様助けてください。神様との関係が回復したダビデは喜びました。同じように私たち、その苦しみの原因、悲しみの原因というのは神との関係が切れていることにあるのではないでしょうか。聖書はそう教えます。それを代用品で、人で、恋人で、お金で、成功で、神をの代わりになるものはないのです。あなたのその心の隙間、神とつながっていたその大切なパイプ、そこを神以外のもので埋めようとしてもちっとも埋められません。どうぞ私たちはもう一度神との関係を、最初の人アダムとイブが持ったように持っていきませんか。
私はブドウの木、そのブドウの木につながるしっかりと命流れる枝のようになっていくならば、私たちの人生は変わる、必ず変わる。どうぞそんな生き方を今日、イエス様を信じて生きていきませんか。イエス様どうぞこの動画をご視聴の皆さんがイエス様と共に生きることができるように助けてください。イエス様を信じることができるようにお導きください。イエス様の御名で祈ります。主はブドウの木、私は枝です、いつも離れずに。主はブドウの木、私は次の動画でお会いいたしましょう。その時までごきげんよう。さよなら。